はい、じゃあお願いします。はい、それではパターン認識機械学習勉強会第3回を始めたいと思います。資料は今アップロードしてるんですが、まあ、ちょっと終わってないんですが今アップロードされているはずです。では早速進めていきましょう。今日は結構ちょっとボリュームがありそうなので、少しサクサクと進めたいと思います。いつものことですけども、会場設備の提供していただきました株式会社ワークスアプリケーション様にこの場をお借りして、御礼を申し上げます。はい、前回からの続きで、前回はまず交差検証というやつを紹介して、ね、クロスバリデーションというやつで、モデルの反化能力です、ね、を、まあ、推測するというやり方で、まあ、測るというのがありましたけども、続きましてモデル選択基準という、まあ、指標ですね、これを紹介したいと思います。はい、前回やった交差検証は、まあ、反化性能を測ることが推定することができるんですけども、まあ、より複雑なモデルが選ばれやすいという傾向があります。まあ、要するに、データが大量にある場合には、要するにモデルがかなり複雑でもですね、反化能力がちゃんと発揮されるわけですね、十分にあるならば。そうすると本当は二次式でいいじゃんというところに、まあ、五次式とか六次式が使われちゃうなんていうことが、まあ、起こる場合があるので、できればシンプルなモデルを使いたいなということもあるわけですね。で、そういった場合には、モデル選択基準と呼ばれる、まあ、いくつかの指標を使うことができます。まあ、もちろんこれにもいくつか問題点はあるんですけども、手軽に使えるものとを紹介します。複雑さですね、モデルの複雑さを考慮してその評価する指標としては、AIC 赤池情報量基準と呼ばれるものが非常に有名ですね。まあ、定義はいろいろあるんですけれども、例えばこんな定義がなされています。あの黄色い本は違う定義になっています。同値な定義なんですけれども、こちらでは、AIC が小さいほどいいモデルなんですけど、黄色い本では大きいほどいいモデルになっています。まあ、そういうことなんで、まあ、私はあれちょっと黄色い本の方があまり良くないような気がしているというのは、まあね、情報量だから、情報量は小さい方がいいでしょ、小さい方がシンプルなモデルでしょっていう話だから、まあ、こちらがいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、いろんな定義がありますが、大体みんな10日ですね。赤い基準の放流基準というのはこのように定義されます。 AIC というのはマイナス2倍の、最大誘度ですね、最大誘度の自然体数プラス 2× モデルのパラメータ数ですね、このように定義されます。モデルのパラメータ数というのは何かというと、例えば NG 多項式であったら、まあ、N ですね、まあ、別に N プラス1のどちらもいいですけども、まあ、N、ですし、まあ、その他パラメータがたくさんあれば、まあ、その数だけということですね。まあ、つまりこの M というのがモデルの、まあ、複雑さを、まあ、簡単に数値化しているものだと考えることができるとできます。そうすると、誘導というのは、まあ、大きければ大きい方がいいわけですね。誘度が大きい方がマッチング、よりマッチングするわけですね。そうするとそのログっていうのはより小さくなる、マイナスログっていうのは小さくなるわけですね。だからフィッティングがいい場合は、ここが最初の方がどんどん小さくなるんですけども、ただパラメータが多すぎるとこっち側がプラスされて、結局全体的にはちょっとペナルティが働くという形になっておりますですね。こちらがですね、フィッティングが良いかどうかの項で、こっちが複雑すぎる時のパラメータ、ペナルティと考えてください。で、まあ、これの計算なんですけども、まあ、真面目に最大誘導というのは、まあ、計算してたら大変な場合もあるので、まあ、最小次乗法の場合にはもっと簡単な公式があります。最小次乗法ですね、これを使った場合には、学習データの数を N、 残差の平方は RSS として、このような式ですね、プラス定数で、赤池情報量基準量というのを計算することができます。 N かけるN 分の RSS のログプラス 2M でプラス定数という形になります。これの同質はですね、私が別の方でやってました勉強会で、証明書いてるんで、それを参考にしてください。証明というか説明を書いてるんで、それを読んでみてください。今ここではちょっと時間がなさそうなので、詳しい説明は省きます。まあ、いずれにせよ、こちら側はフィッティングの良さを表していると。要するにここら辺、ここは、平均の、まあ、残差平方ですね。平均の残差平方ですから、フィッティングが良ければここが、まあ、小さくなる
なりますよということですね。で前回と同じ多項式フィッティングの問題でちょっとこの AIC を計算してみますね。前回使ったやつですけれども、右上のところに残差と残差平方和と AIC 計算してますね。こちらはマイナス 75.584 一次式ですね。二次式だとマイナス145ぐっと下がった、当てはまりが良くなったのでですねぐっと下がりました。マイナス146、まあ、ほとんどフィッティングの良さはまあ変わってない、ちょっと向上したぐらいですね。マイナス 146.69、 マイナス 146.46 で、マイナス145ちょっと大きくなって32大きくなって、で144で大きくなって143さらに大きくなってという感じですね。こんな感じで、見ていくと、今回の場合は3次のモデルですね。3次のモデルの AIC が最小ということに、なりました。したがって、赤池情報量基準を使う場合には、まあ、これが一番良いであろうということですね。まあ雑だなと思っていただけると思うんですけど、結構雑ですよね、その AIC というのは。この式が雑ですよね。こんなもんで評価できるのかという感じですけど、実際はいろいろ問題はまああります。ただまあすごい手軽だというのは分かったと思います。残差平方を出して N で割って6を取ってそれだけで出せるので、まあ参考にはなる指標かなと思いますね。はい。でまあこれは簡単にこのくらい でそれからあとは編集があと2つ、有名なものがあります。一つは、ベイズ情報量基準と呼ばれるものですね。 BIC と呼ばれるやつで、これは AIC に比べるとより、複雑さに大きなペナルティを課したものですね。よりシンプルなモデルが選ばれる、ものが BIC と呼ばれるものですね。このマイナス2倍の、対数誘導、最大対数度、ここは変わらなくて、でこっちの部分ですね。こっちの部分は、パラメータが多く、学習データが多いほどですね、学習データが増えてくるほどペナルティを大きくするというような形の罰則ですねになっていま す、ね、複雑データが大量にあるときには複雑なやつが選ばれやすい傾向がどうしても出てくるので、フィッティングというのはどんどん良くなってくるの でデータが増えたら、こっちペナルティを増やすと。もちろんこれはちゃんと理論的に導出できるんですが、ちょっとここでは今複雑なので紹介しません。これとまた、他にも有名なやつとして、最小記述帳と呼ばれるやつですね。MDL と呼ばれるものも、存在します。これはBIC を2で割った値に実はなりまして、で最小記述帳というのは、なんて言えばいいんでしょうね、そうデータ系列を、ビット列として表現するときの、長さだと思えば、いいですかね、情報量に対応すると思えばいいんですけども、MDL というものがあります。シンプルなモデルほどよりコンパクトに記述できるでしょうということですね。そう思っていただければいいです。これらはですね、簡単に計算できるので使ってみてくださいということですね。でそれからいろいろな統計ソフトウェアでは、AIC、BIC とか勝手に計算して出力するので、その意味を知っておいてくださいということですね。例えばR という統計言語がありますけれども、例えば R というやつだと、この AIC かな、AIC とか BIC を計算して、自動的にできるだけ良いモデルを選んでくれるみたいな関数なんかもあったりしますね。一体それが一体何をしているのかというのはこういうことをして、こういう量を最初にしているということですね。はい。で、このように非常に手軽ですね。非常に手軽に計算できるんですけども、かなり粗い近似のもとに、導出されています。で実際もっと複雑な数式があって、でこう仮定してこう仮定して、ここはもうバサッと省いちゃうとかっていうと出てくる量でして、そういう近似が効く分布っていうのはですね、やっぱ基本的に緩やかな分布なんですよね。こう緩やかな分布っていうのは、定時の多項式で近似しても、そんなに影響がないわけですから、緩やかな分布では、あまり問題にならないですけど、こうすごくエッジのきつい分布のようなものですね。エッジがギャンと上がるような分布とかですね、そういう非線形な分布とかですね、そういう近似が効きにくい分布では全然違う結果になっちゃうと。要するに AIC 小さいんだけどモデルは全然良くないとかですね、そういうことが起きます。典型的にはニューラルネットワークなどが有名ですね。ニューラルネットワークなどでは非常にこうエッジが効いた、
分布使うので、全然違う結果を導いちゃうということがありますので、まああの使用する際にはまあ注意してください。まあ、参考程度に使えるものだというふうに思っておくのが良いのではないかなと思います。じゃあとりあえず今だけ何か質問ありますか。よろしいですか。まあ、もうちょっと詳しい話も興味あるかと思うんですが、ちょっと今日は MCMC っていうのをちょっと時間取りたいので先に進ませていただきます。続きましてですね、ベイズ線形回帰という、回帰分析ですね。これは今後中心に使う手法になりますけども、これを紹介します。ベイズ線形回帰って何かというと、モデルのパラメータの分布、これも考慮するんですね。モデルのパラメータの分布も考慮して回帰分析を行う。まあ、どういうことかというのを後でちょっと説明します。行うことで、要するに学習してから評価するんじゃなくって、そもそも科学習起きないような学習をするというものですね。ベース確率論に基づいてですね、厳密に問題を分析してちゃんとアプローチするという手法です。非常に科学習に対する対策としては一番優れている、一番その柔軟に対応できるやり方ですね。でまずは、その前に線形回帰というものをちゃんと復習しておく必要があるので、簡単に線形回帰の復習をしたいと思います。これは第1回にも軽く出てきましたけども、まあ、モデルって何かと。モデルってのは、まあ、パラメトリックなモデルというものは変数と、まあ、パラメータいくつかからなる関数であるとですね。パラメータを使って数式で書かれるモデルが、まあ、パラメトリックなモデルということに基本的になりますが、そのようなパラメトリックなモデルの中でも、このパラメータのベクトルと、それから、このベクトルに、X に、変換をかましたやつの内積ですね。内積として表されるモデル。これを一般化線形モデルというふうに呼ぶ。第1回では一般化線形識別関数から出てきましたが、まあ、同じことです。一般化線形モデルと呼びます。でこれがまあ今後よく使うことに、なりますね。例えば、まあ多項式、まあ、前回から使ってます多項式モデルというのは、こういうやつ、多項式がこういうやつですけども、この係数がもちろんパラメータですね。係数のベクトルと、それから 1x の n 乗という、ベクトルの内積がこの上の式ですよね。このようにパラメータのベクトルと関数のベクトル、この内積でかける、モデルが一般化線形モデルということになります。ね、もちろん表現を変えれば、要するに線形空間をなすものであるということですね。で、この、今ここに出てきたこいつですね、このベクトル、これがプサイ X ですけども、こいつの各成分、1とか X とか X とか、この各成分ですね、この各成分をそのモデルの規定と、呼びます。まあ、これは要するに線形空間の規定と同じ意味ですね。規定と、呼びます。多項式の場合は 1XX 次乗という規定を使ったモデルであるということですね。で、まあ、ここは今回の話とはあまり関係ないんですが、せっかくなので、他によく使う規定をいくつか、まあ、いくつかというか2つだけ、紹介したいと思います。ガウス規定と呼ばれるやつと、それからロジスティックシグモイド規定と呼ばれるものですね。これは非常によく使われる、規定になります。であとは、まあ、例えば音声解析であるとか、まあ、そういった分野ではですね、信号処理の分野では、フーリエ級数の規定である。フーリエ級数の規定とはちょっと違いますね。まあ、フーリエ規定であるとか、まあ、三角関数ですね。三角関数であるとか、それから、まあ、ウェブレット規定という、まあ、局所的な、まあ、局所的、まあ、まあ、なんとかな。フーリエ規定を、まあ、局所化したものといえばいいんですが、まあ、そういったものですね。こういったものも、まあ、利用されますが、まあ、これは分野によるおりますので、基本的には今後は出てこないと思いますので、省略します。まず、ガウス規定と呼ばれるやつなんですけども、すみません、グラフを貼るの忘れました。ちょっと今書きますが、
まあ、ガラス規定というのはまあこういう形ですね。要するに正規分布ですね。正規分布のまあ係数を除いたやつですね。正規分布の係数を除いたやつで、まあ、こんな形で書かれるやつ。でこれを、この x-μi で、要するにこれはあの平行移動、横に平行移動してますね。でそれからこのシグマ事情というのは、これは、i によらない定数であって、これはまあ広がりですね。分散パラメータであります。実際このガラス規定というのはこういう形の山ですね。こういう形の山をやっぱりいろいろここに作ったり、ここに作ったり、ここに作ったり、位置を変えて、高さ変えて、そして足し算してできる分布だということですね。で、まあ、これは非によく出てくる、よく使うことになります。ガラス、規定というのは、極小的にこう何かが存在するという状況を表現するのに適しているわけですから、要するに何か物体がそこにあるとか、まあ例えばですね、そういった、そこに何かが存在するような状況ですね、ポツポツポツと存在するような状況であるとか、そういったものを表現する、ために使うことができます。これが、ガラス規定と呼ばれるやつですね。それから、ロジスティックシグモイド規定というのは、まあ、こんな形で、書かれるやつなんですが、こういう形のやつですね。でこれが、ロジスティックシグモイド規定というやつで、こう、こっち側が0で、こっち側が1ですね。これは、まあ、なんで、このような規定が使われるかっていうと、このロジスティックシグモイド関数というのは、0、1関数の近似であると考えることができます。要するに、あるところよりこっちは0で、あるところよりこっちは1っていう、0、1関数ですね。こっちからこっちは0で、こっちからこっちは1という関数。これは、まあ、いろんな識別なんかでよく使うわけですね。こっちからこっちはこのクラスじゃない、こっちからこっちはこのクラスみたいに、まあ、基本的にはその識別というのは離散的な問題なので、こういう0、1関数というのはまあ重要なわけなんですが、ただ0、1関数というのは不連続ピョンと飛んでるので、数学的な取り扱いがまあ難しいんですね。例えば微分ができないと、まあ、それを近似する関数と考えることができます。まあ、ちょっと他にもいろんな見方ができますが、要するにその0、1関数、こっち側だけにあるっていう状況を表現する、関数の一種として、考えることが、できますね。したがってこれもよく使われる。まあ、大体想像できるんじゃないかなと思います。ここからこっちに存在しますよとかっていう状況を表現したりとか、そういったことですね、に使うことができます。で、こちらはやはり、1パラメータですね、μi と、それから i によらない、広がりを表す。広がりというか、ここのエッジの尖り方ですけれども、を表すこのシグマというパラメータを持っております。で、これをたくさん足し合わせて境界面を作っていくということですね。まあ、こういったもの、が、登場すると。こういうものを使っていくと、要するにその、線形モデルっていうと、なんか線形というと直線しか表せないんじゃないって思うかもしれないんですけども、こういう規定で、表現することによって、かなり複雑なモデルですね。複雑な分布を表現することができるということですね。はい。さて、で、ちょっと話で今脱線しちゃったんですけども、話を元に戻して、要するに回帰分析、普通の回帰分析ってのはちょっとまずいところがありますよ。要するに普通の回帰分析ってのは最小値情報を使うのが多いと思います。で、これは、まあ、ちょっといろいろとまずいところが、機械学習に使うにはまずいところがある。まずその話をちょっとしなきゃいけないんですけども、そもそも最小値情報っていうのは一体どういうものであるかというと、観測誤差は正規分布に従うというのがまず、スタートですね。要するに、観測データ、まあ、つまり、まあ、なんかいろいろアンケートを取ったりとか、まあ、実験をしたりとかして得られる、データというものは、まず基本的には何らかのモデルに従っているんだけども、そのモデルに従っていて、ただそれに誤差が乗っかって、私たちがそれを見てるんだとですね。じゃその誤差がどのように乗ってくるか。というと正規分布に従って乗ってくるんじゃないのということですね。要するに上にずれるか下にずれるか完全に対照的で、まあ、完全に、ランダムにノイズが乗ると正規分布になるということですね。まあ、でここら辺が、まあ、いきなり怪しいわけですよね。まあ、もちろんこれベイズの線形学でもこの過程を使うことが多いんですけれども、こういういろんな手法っていうのは必ずこういう過程が大量にあって、その結果として何々法というのが、まあ、あるわけですね。その過程はちゃんと押さえておく必要がありますからですね。こういう過程の時に、が成り立つ時にこれは使えるんですよということはちゃんと押さえておく必要があります。
はい、で、もう一回、言うと観測誤差は正規分布に従うという、まあ、仮定をまず置きます。そしてパラメータの、最優推定値を求めるここですね。これが最小次乗法、と呼ばれる、ものですね。つまりどういうことかというと、個々の学習データ XI と Y、入力が複数出力が1つというものは、あるパラメータ A パラメトリックモデル、に誤差が乗っかって出てくるんだよと。でこの乗っかる誤差っていうのは正規分布に従ってるんですよと。この誤差っていうのはもちろんあの基本的にはまあ平均は0、誤差の平均は0かなんで0として、まあ、平均が0じゃなかったら誤差じゃないですからね。誤差の平均は0なんで、平均が0で、そしてまあここの誤差はまあシグマ i、という標準偏差です、ね、の、こういう山の分布に従って誤差が出てくると仮定するわけですね。そうするとじゃあ学習データに対する誘導というのはどうなるかと。でこれが学習データが今 N 個あった場合に、もちろんこれらは全部独立に生成されたと仮定する。ここにも仮定が入ってますからね。独立に生成されたと仮定すると、誘導関数はどうなるかっていうと、結局誤差が正規分布に従うわけですね。つまりこの Y 引くモデルの値が、これは誤差です。ですね。この誤差。これが正規分布に従うということですから、これ引き算したやつの2乗割る 2× シグマ1乗のマイナスエクスポネンシャルに入れたやつですね。で、これを、N 個データがありますから、N 個全部掛け算したものですね。これが誘導関数になります。要するに誘導関数というのはもう一回言うと何だったかというと、誘導関数というのはこのデータが得られる確率のような、確率という確率のようなものとか、確率ですね、このデータが出てくる確率と思えばいいですね。それを全部かけたものです。エクスポネンシャルなのでここは全部足し算になりますね。そうそう、こんな形になります。最優推定というものは、要するにこのデータが観測される確率を最大にしたいわけです。要するにこれを最大にしたいわけだから、ってことはここのシグマを最小にすればよいと。ね。この L が最大になるのはシグマの部分が最小の時であると。いうことですね。したがって、最小次乗法というのが得られるわけですね。A の最優推定値っていうのは、このシグマが最小になるような A であるとですね。特にこの誤差の分散、誤差の分散が全て等しいとすると、ここの分母は結局共通で消えちゃいますから、まあ、よく見慣れた最小次乗法が出てくるとですね。この残差平方和が最小になるような A を、推定しなさいよということですね。ですね。これがあの最小次乗法なわけですが、今のこの流れをちゃんと、まあ、押さえてください。そうすると、なんで化学習が起きるのか、そういったことが理解できるわけですね。なんで化学習が起きるのかということですね。化学習というのは極端なパラメータが出てきちゃうことですね。極端なモデルが出てきちゃうことが化学習だと、言えるかもしれない。その学習データに最適化された極端なモデルが出てきちゃう。でそのじゃあなんでそんな極端なモデルが出てくるかっていうと、結局、A の探し方が雑であるということなんですね。まあ、ちょっともうちょっと詳しく見てみましょう。でもうちょっと具体的にこれを見ていくと、一般化線形モデルの場合には、ここのモデルの部分が内積になるという話ですね。だからここ内積にしますね。で、これを A で微分します。これを A で微分するというのは、まあ、第1回の資料の端末に、末尾につけました。第1回の資料の最後にベクトルとか行列でのスカラー関数の微分の話がこれに書いてありますから、これでどうやって微分するか分かると思います。ここですね、これですね。これ今こういう形の式になってましたから、これの、X の微分はこんなになりますよという話書いてありますから、ここは参考にしてください。いずれにせよ、これを微分してみると、こんな式ですね、正規方程式というものが出てきます。ただしこの X って何かっていうと、入力を、負債で変換したやつを、行に並べたものですね。列に並べて点値だから行に並べたもの、横に入力ずらーっと並べたものですね。で Y というのは、正解ですね、正解の値を並べたものということですね。これを単純に解けばおしまいと
ということになります。まあ、非常に簡単であると。で実際前回あのプロとした、前回その、フィッティングあのプロとしてましたけども、あれはまあこれでまさにやってるわけですね。ちょっとコードをお見せしますが、まあ、ここにありますね。ここに最小値情報を実行している行がありますが、ですね、何を知っているかというと、ここに要するに、この XS というのがこれ S が入っていますね。これ、ここに X の値が入っていて、それを計上したやつを、要するに0乗から D 乗までですね、0乗から D 乗まで横にずらーっと並べて、でそれに代入したものを転注しているので、これがまあ X という、これですね、これ。ここが、ここですね、1乗あ0乗から D 乗までしたやつっていうのをバーッと生成して展示して並べるとですね。でそしてまあ Y はまあそのまま、 Y はそのままで、でここがその、正規方程式を解いている部分ですね。別にこれ何してるかっていう と、これを解くためには、まあ、もちろんここの X の点値かける X、ここがあの、ここが正則であると仮定する必要がもちろんありますが、ここが仮定じゃなくて調べる必要が本当にありますけど、ここが正則ならばこいつのインバースをこっちにまあかけるだけですね。まあ、要するにこいつが係数でこいつが定数項のやつを解けばよいとですね。だからここは x の点値ドット x が係数で、 x の点値ドット y これが定数項で、それをソルブしてパラメータ a が出てきますよというまあお話ですね。まあ、あのコードにすれば2行で書ける程度のものですので、そんなに難しいものではありません。今ここで、これが正則ですよって話したんですけど、これは正則じゃなかったらどうすんじゃいっていう話があるんですけども、ここが正則じゃない場合にはですね、あの疑似逆行列ですね、疑似逆行列と呼ばれるものを利用することができます。どっかにあった気がしますね。疑似逆行列ですね。まあ、これはまあ真面目にソルブで解いてる。さっきのやつですね。さっきのやり方ですけども、疑似逆行列を使う場合には、pinv って、まあ、これは Python の、scipy っていうライブラリの場合は、pinv ですね。数動インバースですね。数動インバースというものがまあありますので、まあ、それをかければいいという、そういうことですね。まあ、ちゃんと用意されてますから、そういうのを使えばいい。それからまあ、あとはまあ実はそんな、実はこんな自分で自前で書かなくても、まあ、LSTSQ とです。これは、リーストスクエアですね。リーストスクエアです、を実行してくれる関数も、まあ、実はありますよということですね。これやると、パラメータの他に、残差とか全部、ランクとか出してくれるので、まあ、これは非常に優れていますけど、まあ、私自分で書くのが好きなので、自分で書いちゃうんですが、こういうのもありますので、まあ、こういうのはちゃんと調べて、皆さん使ってる処理系が Python じゃない人も言ってますので、自分の処理系どんなのか調べてですね、こういうのもサクサクっとできるようにしておきましょう。すべての基本になりますからね。はい、では、じゃあなんで、これうまくいかないかと、なんで化学習を起こしちゃうかということなんですが、結局パラメータ A の分布が一切考慮されていない。パラメータ A の分布が一切考慮されていない。パラメータはもうただの変数としてしか仮定されていないわけですね。そうですね。今のこの動質を見ていた場合に、A はほにゃららに分布すると仮定するみたいな話は一切ないとですね。A の分布が一切考慮されていないので、全空間です。パラメータ A の分布する全空間から等しく、残差平方を最小にするやつを探しているということですね。例えばだからその多項式の係数であったとすると、例えば A0 多項式の定数項 A0 を考えた場合に、マイナス無限大から無限大まで全部探しているという。で定数項がそんなでかい数とかそんな小さい数があんまないんですよね。まあ、定数項に限らず他の係数もそうですけど、
まあ、モデルかによりますが、普通、まあ、パラメータが数億とかそんな大きな数ではないわけですよね。ところが最初の手法ではそのパラメータの分布を一切考えていないから、だから極端なところを探しちゃうということが起きるんです、ということですね。でそこでじゃあどうすればいいの、それ極端なものを探さないようにするためには事前分布っていうのをちゃんと導入していればいいでしょうということですね。そこでベイズ線形回帰というものが、まあ、ことの事情的に得られますね。パラメーターはもう全空間から探すんじゃなくて、パラメーターはここに分布するんだということをまず あらかじめ事前分布として導入します。 πA 導入します。そしてマップ推定を行いましょうと。マップ推定というのは何だったかというと、事後確率分布最大化ですね。事後分布最大化ね、を行いましょうと。だから事前分布 π にはどんな情報が入るかっていうと、どんな情報が入るかっていうとですね、例えば多項式のこの多項式のこの係数はまあたかだかマイナス何百からプラス何百ぐらいの値ですよと。その何万とかそんな大きな値は取らないですよ。そういうことを入れることができるんですね。まあ、他にもいろいろ、例えば、この、まあ、これは実際よくありそうなケースとしては、このパラメータの値は絶対にプラスです。これはよくありそう。このパラメータがマイナスを取っちゃまずいと。例えば機械の動作を最適化するときにですね、その入れてはいけない数値とかやっぱあるわけですね、まあ、マシンに設定しちゃいけない数値とかあるわけですね。このパラメータはここからここのレンジのどこかに決めなきゃいけないと、そういうのあるわけです絶対。そういう知識を π に入れるということですね。あとは例えば画像だったら画素値っていうのは0から255の間だよとか、例えば、そして、ベイズの定理から、教師データ D が得られた後の事後分布ですね、これは πA バー D となりますけども、これは、ベイズの定理を思い出すと、要するに事前分布と誘導関数の積を、定数倍したものでしたので、さっきの誘導関数これと事前分布 π をただかければよいということですね。ただしここの分母のシグマ i は今全部同じとしました。もちろん違うモデルも考えることが可能ですね。ここ全部同じとしました、はい、こんな式になります。さてでここでさらにですね、ここで事前分布ですね、事前分布も正規分布であるとするならば、これは、今紹介簡単ながらこうするわけですね。実際はこうしたくないからこの後の話って MCMC という話につながるんですけど、とりあえずここでは事前分布はパラメータを正規分布すると仮定しましょうとです、ね。さっき言っただから、例えばパラメータは絶対正だとかっていうのはこれじゃ表せないですから、実際にはもっと複雑なことをしたいわけですけど、ね、とりあえず今ここではパラメータも正規分布すると仮定しますね。そうすると正規分布の密度関数と正規分布の密度関数はやはり正規分布の密度関数になるということが実は、言えますね。これは常に成り立ちますので、事後分布もやはり正規分布であって、ゴニョゴニョ計算するとこんな式、こっちにゴニョゴニョ計算したのがありますので、これここら辺かな、ここら辺でゴニョゴニョ計算しておりますので、まあ見てみてください。ちょっと記号がこっちでは G になって、今の資料は X になってて、ちょっと一部変わっちゃってますけど、去年は同じ内容。はい、こんな分布に、なりますと。平均がこれ。で、共分散がこれのインバース。であるような正規分布、になりますから、結局マップ推定値になりますと、これを、最大にする。これを最大にする。ラインですね。で正規分布の最優推、正規分布の、値が一番大きいのは平均だから、平均のところで最大だから、正規分布では平均値のところでピークを取るので、まあ、なのでこれをパラメータの推定量とすればよいとですね。これをパラメータの推定量としましょう。で、まあ、この式一体何がどうなってるのかちょっとよくわかんないので、もうちょっとこれをすっきりと見るために一つだけ仮定を入れてみましょう。特別な状況としてこのシグマゼロが等号的だというふうに仮定しますね。
シグマゼロっていうのはパラメータの次前分布です。パラメータはこの範囲にあるだろうと、ね、パラメータはこの範囲にあるだろうという、まあ、次前分布なんですが、これの共分散が、全部の方向を全部の方向をシグマゼロ事情ですね、全ての方向についてシグマゼロ事情で、そして、相関はないとですね。まあ要するに各方向をバラバラ独立、パラメータは独立と、いう状況を考えてみますね。でさっきのに代入してみてください。このシグマゼロっていうのをここに、まあ、代入してください。ここに代入して、でこの両辺に、この両辺、下の両辺にこれをかければ、このシグマインバースが消えちゃって、こんな式が出てきます。やってみてください。こんな式が出てきますので、さらに、おっとか、あ、今。さらに整理すると、こんな式になります。こんな式。でこれは結局何かというと、これは結局これを微分したやつ。ね、この式はこれを微分したやつのですから、ね、こいつの勾配ですので、一体何を今計算したのかというのが、よりすっきりと分かります。そしてこちらが先ほどまでやってた残差平方和ですけども、残差平方和に正則加工と呼ばれる、A のノルムの定数倍というものが追加されておりますね。これ正則加工とか、まあ罰則項なんていうふうに呼ばれます。これだけ実は追加されたのを、最適化したのが今ここでやったベイズ線形回帰です、ね、の、まあ、もちろんいろんな過程の下でのベイズ線形回帰ですよということですね。実はでこれはまあ相関とかがある場合も本質的にはあんまり変わりはありません。結局何が行われたかっていうと、このパラメータが大きすぎることに対するペナルティを課したんだよということですね。パラメータは基本的には小さい値であってほしくて、パラメータがもう数億とかっていう大きな値であるという時には大きなペナルティが働くようにしたということなんですね。はい、ですね。A が大きすぎるということに対してペナルティが発生したものを実は最小化してるんですよということですね。じゃあちょっとこれを、実際に何かやってみましょうということですね。さっきまでやってた多項式フィッティングをこのベース線形回帰で解いてみましょうと。で、多項式モデルだと多項式モデルだとその定数項は別に大きくてもいいんですよね。定数項はもう数百とか数千とかでは別にまあそれはいいじゃないですか、定数。だけど問題は工事の項ですね。例えば X の、100乗とかすごく次数が高い項の係数が大きかったらそのモデルがにゃんにゃん変動す振動すると振動というか、まあ、変動するということになりますね。多項式モデルというのはその、規定の変動が全部違いますからですね。各規定の散らばり具合が全然違いますので、なので全部同じ分散をやるというのはあまり現実的じゃありません。ですので、まあ、分散変えましょう。事前分布としてですね、工事、次数が高い係数ほど、まあ、基本的にはゼロでしょう。としましょう。で、まあ、定数項とかは、まあ、大きくてもいいんですよ。というふうに仮定して、で、あとは、係数は、まあ、仮に独立だとすると、どうなるかというと、まず事前分布、まあ、係数は基本的には、まあ、ゼロが平均ということにしましょう。で、各、M 値の項の分散、N-1 値の項の分散がそれぞれこのようになっていて、で定時の項、例えば定数項の分散はまあ大きくてもいいんだけど、N 字の項の分散は小さいというふうにしてみましょうということですね。はい。お、え、あ、そうか。で、やってみましょうと言って、やってない。後で追記しておきますが、実はすでに、以前やったというのがあるので、以前やったのを一旦ちょっとここではお見せします。こういうデータセットですね。2、4、6、8と、10点ですね。10点に対して、フィッティングするっていうのは、これ実は以前もすでにやってるので、ちょっとやってみますけど、これをお見せしますが、後で、まあ、似たようなのは、今の資料にも反映させておきますが、単純な最小値情報で、こう、ポツ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 と点があるやつですね。これに対して、九次式ですね。九次方程式で今、多項式でフィッティングしてみましたと。そうすると、まあ、こんな、まあ、化学種ですね。ぐにゃんぐにゃんした化学種が起きてしまいましたよということですね。
そこで、今言ったような、事前分布を入れてみました。ここでは、まあ、仮にですね、定数項の分散はこっちが1か、そうか、定数項の分散が1、まあ定数、まあ、ここちょっともうちょっと小さ、もっと大きくてもいいですね、まあいいや、定数項の分散はとりあえず1にして、X の1乗の項が十分 0.1、 あまり散らばってないと、X の9乗の項は 0.00001、 全然散らばってないと、まあ、結構極端な、分散をちょっとセッティングしてみましたね。でこれでやってみるとこうなると、緑の線なります。もちろんこの緑の線、これも9次方程式です。これも9次のモデルなんですけども、この、極端な変動なく、工事のですね、極端な変動なく滑らかにこう結んでいるという結果が出てきますね。こんな感じですね。これ非常に優れているのが、まあ、お分かりになると思います。ですこれを例えば、交差検証とか、AIC とかでできるのかよということですね。基本的にはできないわけ、できないわけだ。要するにあの、何ができないのかっていうと、交差検証も AIC も9次の9次式のモデルでこんな滑らかなやつは基本的に出てこないということですね。要するにあの、AIC とかを使った場合は絶対こういうの出てこないわけです。だって AIC っていうのは基本的には最小値情報でフィッティングしてるんだから、交差検証もないです。あれ最小値情報でフィッティングして良さは分かってるんだから、9次のモデルでこんな滑らかなやつは絶対出てこない。だけどでも実はこれが本当に欲しいやつで、だってこれは二次式とかじゃ明らかにまあない。ここら辺がどうしてもなんか水平っぽいから、だからまあ二次とかそういうモデルじゃまあおそらくないですよね。もうちょっと高次の、まあ、モデルなんですよね。やっぱりできるだけモデルはやっぱりあの詳細なモデルの方がありがたい時もあるわけですよね。だからこう高次の複雑なモデルなんだけど、でも、まあ、あの式としては複雑なんだけども、でもこういう滑らかなモデルをちゃんと出すことができるという、まあ、非常に優れたやり方、これがベイツ線形回帰なんですね。今の試合にちょっと戻ります。戻れない。ということで、これはあのぜひあのちゃんと復習してですね、あのコードを書けるようになりましょう。あのコードも大したことないです。数行であの、いいライブラリがある言語なんですね。Python はいいライブラリがあるので簡単に書けました。ぜひですね、あの練習してみてください。でまあ、他の例えばガウシアンのモデルであるとかですね、まあ、そういうのを楽しむと良いのではないかなと思います。はい、でちょっとあの今日の本題に進みたいと思いますね。今回ですね、例えば今回今あの線形回帰であるとかベイツ線形回帰紹介しましたけども、いろんな仮定が入ってました。例えば、まあ、誤差の分布は正規分布であると仮定するとか、パラメータの事前分布は正規分布であると仮定するとか、それから、まあ、誤差の分散は全部等しいであるとか、まあ、そんないろんな仮定を今入れたわけですが、なんでそんな仮定を入れたかっていうと、手で計算するのが楽だからっていうのが、まあ、一つの理由、もちろんそれだけじゃないけども、一つの理由として手で計算するのが楽です。実際には複雑な状況をちゃんと計算したいわけですね。でやっぱり、計算機に頼るしかないわけです。もう手計算じゃどうしようもないから計算機が必要になります。なので、応用、まあ、ベイツ線形回帰の応用をいっぱいやりたいんですけども、その前に、MCMC 法という計算機で複雑な、確率の問題を計算するアルゴリズムですね。これを先に紹介しておきます。その方が一気にできること増えて楽しいんじゃないかということで、先にこちらを紹介して、その後応用いろいろ見ていこうと。いつまでも正規分布とかあのやっててもちょっとあれですからね、つまんないですから、もっと、際どいじゃなくて、もっとこう過激な分布でですね、いろいろやりたいということで、MCMC 法をちょっとやりましょうね。はい、マルコフ連鎖モンテカルロ法と呼ばれるやつですね。これは非常にあの、非常に面白いですね。まあ、私初めて勉強するけど、なんて素晴らしいかと思いました。あのこれはぜひですね、あの使いこなせるようになりましょう。で確率の問題以外にも使えますからね。物理のシミュレーションとかですね、いろいろ使えますからね。さて、まずなんで、まずなんでこんなものが必要か、確率の計算を、じゃあその実際にはもっと複雑な分布でやりたいと
いうことを考えるわけですが、その場合には非常に高次元の重積分が必要となります。どういう時に積分が必要か。まず期待値の計算であるということですね。FX という値の期待値ですねを出すためには、FX×X が従う分布の密度関数を全空間に積分するということが必要である。そうですね。積分で書いてますけど、高校数学でやりました。高校数学でも値かける確率の和っていうのをやりました。そうですね。値かける確率全部足すっていうのをやりました。それと同じですか。それがシグマがインテグラルになっただけで、期待値を求めたい値とそれから確率かけて足してるというだけですから、ね、それが密度になってインテグラルになっただけです。それからあとは、他に大事なのは周辺化という作業ですね。周辺化という作業は同時確率、PXY から同時確率って何かというと、要するに X が生じてかつ Y も生じるという、かつですね、なんとかかつなんとかの確率、これを同時確率と言いますね。こういう同時確率、からですね、Y は消したいと、 Y をだけ消して X の分布を求めたいという時には Y について積分すればよいんです、ね、Y について積分すれば X だけ残るんですと。これは、同時確率の周辺化と呼ばれます。まあ、つまりどういうことかっていうと、これはイメージとしては、Excel みたいなやつに、こう度数をこう、分布をこう書いていったときに、横方向に足して和を出したり、縦方向に足して和を出したりしますよね。まあ、あれみたいなものですよね。イメージとしては。わかりますか？二次元の表を横にザーッと足して、X の分布を出して、縦にバーッと足して Y の分布を出して、やります。あと、まあ、基本的には同じ発想ですね。こういうことを、まあ、したいと。ね、で、定時のですね、定時のまあ1、10、20、30ぐらいの積分であれば、いわゆるニュートン・コーツ系という、数値積分法ですね。これがまあ代表的で、これは高校でも似たようなのやりましたね。こう区間をこう分割していきます。N 分割して、でまあ、これはいわゆる台形公式と呼ばれるやつですけど、ここの面積を台形で近似して足していくと呼ばれるやつです。でも他にもシンプソン法であるとかいろんな方法が存在しますね。もっと発展的なやつだと、ガウス積分法と呼ばれるものとかいろんなものがあります。定時であればこうやればいいわけですね。こちらにこれを扱った回がありますので、ぜひ見てくださいね。これは私も結構力作の回だと思ってますので、ぜひぜひ見てくださいね。いろいろこの辺ですね。何の話、これがニュートン・コーツ系の積分ですね。こういう台形公式ですね。それから何だっけ、ぜひですね、まあ、ぜひやっぱ定時の積分必要になるときあるんで、ガウス級積法ですね。これガウス級積法ですね。これは本当に計算量低くできるので、それからあとはロンバーグ積分というやつですね。これですね。これはまあその積分の加速というものを行って精度を上げるやり方なんですけど、こういうのを使いこなせるとですね、やっぱりその今から説明する積分法はどうしてもやっぱり近似の誤差が結構出るんですけど、そので、で乱数を使うので評価が難しいこともあるんですが、こっちは確実にこの精度でこの数値が出るという積分 でやっぱ定時の積分が必要な場面もたまにありますから、結構ありますので、まあ、ぜひ勉強してですね、使えるようになっていただくと、まあ、いいんじゃないかなと思いますが、まあ、でもとりあえずこれはまあ今ここでやります。はい。とりあえずですね、今の方法、この分割して足し込んでいくというやり方は、高次元だとも効かない、できないと。D 次元だと、ね、X 方向、Y 方向、Z 方向、やるならば N の3乗回。要するに各軸 N 分割すると、それだけで N の3乗分割になるか。D 次元だと N の D 乗分割になります。簡単に試算してみれば分かりますが、例えば、各軸100分割したとしましょう。100分割したとすると、3次元、たった3次元で100万ですね。100万のセルになっちゃう。たった3次元ですよ。じゃあ、実際の、機械学習では何次元空間が出てくるかというと、数十次元とか数百次元。の積分なので、とてもじゃないけどできません。このニュートン・コーツ系の分割というのははっきり無理ですね。
したがって、MCMC 法、マルコ・フレンサ・モンテカルロ法というものがどうしても必要になるということですね。でまず最初に、モンテカルロ法というものですね、まあ、分かっている方もいると思うんですけども、簡単に、復習しましょう。モンテカルロ法というのは一体何かというと、これは乱数ですね、正確には疑似乱数ですね。疑似乱数を、用いて行う、まあ、数値計算の、いろいろな、方法の総称になりますね。モンテカルロというのは要するにギャンブルで有名ですね。そこから取られた、名前ですね。で、疑似乱数については、まあ、この勉強会では説明は省きます。だいたいちゃんと作ってある言語には良い乱数生成器がついていると思いますので、お使いの言語がどんな乱数生成器を使っているかは、まあ、調べて、見てくださいね。このご時世、線形合同法というものを使っているものは今残ってたらやばいですね。線形合同法高次元の積分で使わないよということですね。乱数、メルセデツイスターとかそういうのを使ってたらまず問題がないですから、どんな乱数生成器を使っているかまず調べて、それが、まあ、良いと書いて、ビキペディアとか良いとかって書いてたら、まあ、心配ないですから、使うなって書いてたら使わないでください。ですね。疑似乱数の理論ははっきり言って難しいですので、非常に難しいです。代数幾何の知識が必要です。さて、モンテカルロ法とは一体何かというと、基本的には、対数の共法則と呼ばれる原理ですね。原理というか法則ですね。これを使います。対数の共法則って何かっていうと、平均が μ の分布ですね。平均が μ の分布に従う乱数をたくさん作って、ですね。平均が μ の分布に従う乱数をたくさん作って、で、それの平均値を出すと、その平均値は n が十分大きければ μ に近づいてくると。言います。だから、簡単に言うと、ある分布の平均値を知りたかったら、その分布から大量に乱数をサンプリングして平均値を取ればいいよということですね。共法則というのはこれが収束する確率が1であると。まあ、ほとんど確率に収束するということですね。収束しないことも、まあ、あるかもしれないが、まあ、でも確率的には 100% 収束するということですね。ですね。まあ、結構細かい条件は、まあ、あるんですけれども、一つの分布からたくさんサンプリングして足して n で割ればその分布の平均が出てきますよと、まあ、近似的に出てきますよという話です。今言った話ですね。ある分布 π があったとして、この π に従う期待、fx ですね、π に従う x のに関する fx の期待値を計算したかったら、この π に従うサンプルを大量に生成して乱数をたくさん発生させて、でこの fx を足して n で割ると、でこれが今期待値の近似値ですよということです。簡単な、実験をしていますね。標準正規分布、標準正規分布は、平均が0で分散が1のやつですけども、これの分散をモンテカルロ法で計算したら、もう分かってるやつなんですけども、まあ、こういうのは答えが合ってるかどうかっていうのを調べたら重要ですね。この標準正規分布の分散をモンテカルロ法で計算してみたいと思います。ところで分散って何だったかというと、分散っていうのは x-μ、x 引く平均の2乗の期待値であるということですね。そこでこんなコードになります。まあ、動かした方がいいかな。ですね、まあ、今仮にですね100サンプルですね作ってみましょう。こんな感じで乱数を大量にバーッと作るとですね。これ今ランドノーマルですね。要するにこれがノーマルディストリビューション、正規分布に従うやつをずらーっと今100サンプル作ったと、100サンプル作りましたと。で今何をやってるかというと、これ引くμの2乗の期待値を出したいと。ちょっと名前が見苦しいんで x、これ引く μ というのは、まあ、全く同じやつで、それの2乗というのは、
これが、二乗したやつですね。二乗したやつをこうやって作ることができるので、これは、平均を取ればいいと。これでできましたですね。乱数たくさん作って、で、ミュー引いて二乗してアベレージ取ったと。おしまいですよというですね。そして今 0.95。実際の値が1ですから、まあ大体近い値が出ているということだと思いますね。まあモンテカルロって基本的には簡単。すごい簡単な話です。いいですね。正規分布に従うやつを N 個作って、で、引き算し二乗してアベレージ取ったおしまいと。これだけ。よろしいですね。何か質問ありますか？大丈夫？大丈夫ですね。さて、で、じゃあどんくらいサンプルを取る必要があるかということですね。まあ、これは気になると思うんですけども、これはちょっと一般的な話はなかなかしづらい、難しいです。分布の形状によるとしか言えないんですけど、まあ、一般的に言えることは、その減り方のオーダーは言える。今の、やつでサンプル数を増やしていったときに真の値はまあ1なわけですけども分かっているので、絶対誤差ですね。引き算誤差の絶対値、絶対誤差の平均値は計算することが可能ですね。計算してみます。サンプル取って計算してみると、こんな感じで、誤差がまあ減少していきます。でこれ実はですね、ルート N 分の1ですね。ルート N 分の1にピタッと重なっておりますね。大体その、モンテカロ法というのは、大体ルート N 分の1のオーダーで誤差が減少、していきます。つまりどういうことかというと、サンプルを、サンプルが、4倍だったら誤差は2分の1。サンプル、誤差を半分にしたかったらサンプルを4倍。誤差を3分の1にしたかったらサンプルを9倍。すればいいということですね。そんな感じです。まあ、そこからまあ大体まあちっちゃな数値で実験して、まあ大体こんな値だから、まあじゃあちょっと100倍投入してみようかとか、そんな感じで、まあ簡単な推定はできますが、もっと細かい話は実際の分布の形状にどうしても依存してきますので、なかなか難しいです。さて、で、ところで、これは期待、あくまで期待値ですね。期待値の計算なんですけど、期待値っていうのはさっきも言いましたように積分で表すことができるので、だからこの逆に言うと積分の計算を期待値の計算とみなしちゃえば、ランダムサンプリングを使ってこの積分の方を計算するということができるわけですね。これが、モンテカルロ法による数値積分の原理ですね。いいですね。結局期待値の計算と積分の計算というのは、まあ、同じものにとみなすことができますよという話です。簡単な例でまずちょっと紹介します。これ有名な例だと思いますけども、円周率 π の近似値の計算ですね。これやったこともしかしたらあるかもしれません。正方形領域、2×2 の正方形領域の中から一応乱数を取りますと。ですね。要するに完全にランダムに乱数を取りましょうと。で、一応乱数を取ったときに、今ここに半径1の円がありますが、この円の中に入る確率っていうのは完全にもう一応で取ったわけですから、面積比で決まります。正方形の面積が4で円の面積が π ですから、つまり4分の π の確率でこの中に入るということですね。ということが言えます。だからランダムサンプリングをして円の中に何個入ったか数えると、円の中に何個入ったかカウントしてその比率を取ればですね、比率を取ってやればそれが4分の π の近似値になるということですね。簡単なコードを書いてみました。まずこんなですね。要するに、ユニフォームという、乱数生成器。これで、マイナス1から1までの、乱数を N 個生成。Y もマイナス1から1まで N 個生成。これは私、Python の基本のすごく好きなところですね。これ。これですね。X 事情プラス Y 事情、小なりイコール1をカウント。こんな風に書けちゃいますね。なかなかこう書ける言語は他にあるかもしれないですね。あまり他の言語触ったことがないので知りませんが、まあ、結構なかなかいいですね。その意図が分かりやすいですね。この中に入ってるやつ、まあ、true か false なので true が1なんでカウントの0をして、それを n で割ったら4分の π なので4かけて π が出てくるということですね。
計算すると、まあ、3.1276 といった数値が出てくる、まあ、3.1 本目だというのが、まあ、これ1万サンプルですね、1万サンプルで 3.12 なので、まあ、あまり良い精度ではないような気もしますが、まあ、いずれにせよちゃんと出てくると。でこれが要するに、今あくまでこれは直感的に説明しましたけども、これがなんで正規分なのかということなんですが、でこういうことですね。この円の中では1で、円の外では0であるような F という関数を考えた場合に、この F をマイナス1から1まで、要するに正方形領域で積分したものが π でありますよという意味なわけです。わかりますかね。要するにこれが1の部分だけ全部足し込むと、結局この面積である π が出てきますよという話なわけですね。で、これってじゃあ一体何やってるか、ここがですね、まあ、どう見なせるかというと、これかける、4分の1ですね。と見なしちゃうと。要するにその1要分布っていうのは何かっていうと、1要分布っていうのは、密度関数が定数です。ですよね。1要分布ってのはどこでも等しい確率で選ばれるので、1要関数っていうのは密度関数が定数。で、今、面積が4の区間ですから、領域ですから、密度関数は4分の1なので、U を4分の1と置くと、ここに4分の1が入って、だから4倍。そうすると、結局、この積分は一体何かっていうと、この F かける確率密度の積分なので、この FXY という値の1要分布での期待値かける4倍なんですよということなんで。だから、対数の強法則がここで使えて、さっきの計算でうまくいくんですよということですね。いいですね。この F の期待値を実は計算したと。で、F ってのは0、1だから、まあ、結局1を数えたということになるんですね。まあ、よろしいですか。ここら辺はちゃんと、これはこういう計算ができた方がいいです。モンテカロ方程とこのイメージでストップしている人が結構多いだと思うんですけど、このイメージだとその先の瞬間に一切進めませんので。ちゃんと積分変形した方がして理解できるようにしておきましょう。はい。さて、じゃあ、このサンプリングをうまくやるためにいくつかですね、標準的なやり方というのがあります。重点的サンプリングというのをまず覚えましょう。重点的サンプリング。例題として、標準正規分布の、において x が2以上である確率 p を計算してみたいとしましょうですね。標準正規分布でから乱数を取ったときにそれが2以上である確率っていうのを計算してみたいと思います。これは結局どういう数値かというと密度関数を π としたときに2から無限大、2以上だから2から無限大までの正規分はどうなりますかということをグラフにすればこういうことこの部分の面積はいくつですかということですね。で、これで問題が分かるわけです。要するに、これ密度関数だから、結局密度関数で僕がかける1だから、だから、結局これ、正規分布ですね。正規分布からサンプリングすればいいんじゃないか。正規分布の密度関数だから、正規分布からサンプリングすればいいじゃんって思うんですけど、ダメなんですね。なんでかっていうと、正規分布全体からサンプリングしたら、ここら辺ばっかり選ばれちゃって、でそれははっきり無駄なんですね、ここら辺のサンプリングしたら。ここら辺はだって結局全部ゼロになるんだから、こういう形状してるとかっていう情報を一切使わないですから、ね、ここら辺から取っても全部ゼロになっちゃうんで、はっきりここら辺のサンプリングは無駄なんだよね。試しにやってみると、実際にやってみると、こんな感じになりました。横軸が、サンプル数ですね。で縦軸が、真の値からの誤差です。そうすると、今仮に、誤差を 0.001 未満に今したいとしましょう。別に3桁合わせたいとすると、ここなんで、まあ、大体まあ1万5000サンプルですね。1万5000サンプルぐらいは作んなきゃいかんということになります。いいですね。これ何やったかっていうと、コードはこんな感じですね。ち
ちょっとすみません、文字化けすれば直してなかったんですけど、答えは簡単で、標準正義分布から N 個をサンプル作って、X が2以上のやつをカウントしただけ。それだけですね。いいですね。標準正義分布から N 個取って、X の2以上のやつをカウントして、N で割っただけ。これだけ2行で書けました。ね。ゆせさんは非常に簡単ですから、すぐ分かると思います。はい、でこれで1万5000も取らなきゃいけないと。これはもう多すぎるわけですね。1万5000やるんだったら普通に正規分するよという話。精度を上げるにはどうすればいいかというと、これが重点的というのは分かりますね。ここの部分を重点的にサンプリングにしたいと。ですね、こっち側はもう取らなくていい。ここら辺から取りたいよということです。そこで、どういうものが欲しいかというと、こっちはもう取りたくないと。こっちだけ取りたい。だから2以上の部分からサンプルしたいとですね。2以上の部分から何かを取っていきたい。こういう何とか以上という領域に分布する領域のに関する分布が欲しいですか。片側区間ですね。この2以上という区間、何とか以上という区間で、サンプリングができるような分布が欲しいわけで、そのような分布として例えば指数分布というものがまあ代表的ですね。指数分布というのはこういう形の分布です。まあ、パラメータがラムダというパラメータがあるんですけども、こういろんな形がありますが、いずれにせよこれは0以上の区間にこのように分布する。これは密度関数ですね。0以上の値を必ず取る指数分布と呼ばれるものがあります。でこれをまあ2だけ平行移動して、ここの部分ですね、ここの部分にコピーと重ねてやれば2以上のやつだけサンプルするということができます。そうですね、いいですね。こうやって要するにここだけサンプリングしたいんだけど、こういう形だから2以上という区間だから何とか以上という、分布から取りましょうですね。で探すわけですね。まあ、他にもこういう片側の区間というのはいくつかあって、まあ、指数分布なんかもそうですし、あとは、ガンマ分布なんかもそうですね。ガンマ分布とか逆ガンマ分布なんていうのも、まあ、こういう片側の区間の分布ですが、まあ、ただガンマ分布はこう原点でゼロになるのであんまり今回は適してない。さて、じゃあ問題は、その指数分布からサンプリングしたのを正規分布に当てはめるなんて一体どうやってやるんだということですね。そんな好きな分布から取ってきていいのかということですね。でこれは簡単に積分の変形でできます。今、もともとは π、正規分布からサンプリングしたいんだけど、それを今 q、指数分布に取り替えたいと思ったら、これはもともと計算したかったやつですね。これは計算したかったやつなんだけど、これ q で割って q かければ、これが密度関数だから Q に関するこういう期待値、とても理屈簡単ですね。そんだけです。こっちで左辺は π に関する F の期待値ですが、こっち側は Q に関するこいつの期待値です、ですね。でこの Q を指数分布にしちゃえばいいと。指数分布からこの X サンプリングして、でこいつの平均を取ればいいと。それだけでおしまいね。これを、まあ、このようなやり方を重点的サンプリングというんです。ですね、このある部分だけから集めてです、ね、重点的に集めて精度を上げるです、ね。これは結構私も最終勉強するからそんな簡単な話なのかと思いましたけど、なかなか美しい関係ですね。これはよくできているなと思います。はい、やってみましたと。コードを先にお見せすると、また汚いんですが、インテグレート2と、これですね、インテグレート2というのがありますけども、今度は指数分布、エクスポネンシャルってやつですね、指数分布から N 個サンプルしてです、ね、指数分布から N 個サンプルして、で、多数に平行移動します。ですね、ここに2以上のところから取りたかったので、指数分布ですね。指数分布からサンプル取って、N 個取って、多数にして動かして、でそして、まあ、これは Python のレベルですが、stats.nom.pdf。PDF というのは、プロバビリティ・デンシティ・ファンクションですね。つまり確率密度関数です。正規分布の確率密度関数です。
正規分布の確率密度関数割る、エクスポンというのはこれはエクスポネンシャルの確率密度関数 PDF ですねの、X ただし横に2を動かしたやつ割り算してアベレージ取ると、これさっきまさにさっきのこれですね。おっと。今計算したことは、この F が今1のケースを今考えてましたね、最初。F が1のケースを考えてましたから、単純に π 割る9をサンプルすればいい。サンプルします。だから、もう一回見ると、π 割る9を平均取ればいいと。だから、ノーマル、正規分布の密度関数割る指数分布の密度関数のアベレージ取ってほしい。とても簡単な改良なんですけども、こんなに差が出ますよと。こちらの青いのが先ほどの、やり方で、この緑なのが重点的サンプリングの結果です。誤差がもう圧倒的に小さくなっていったということが分かると思いますね。先ほどのやつでは、まあ、大体1万5000サンプル必要だったわけですね。こちらは何サンプル必要なのか、もうちょっとここの部分を拡大してみると、こうなりますので、まあ、200サンプルあれば。片や1万5000サンプルでこっちは200サンプルですから全然違いますよね。100倍違うわけ、多めですよね。これはまあ、工事になればなるほどこの差は顕著になるわけですから、いいですね。こういうのを使いこなしていかなきゃ、とてもじゃないけど実用的なサイズの問題は解けません。計算量が大きすぎて、いいですね。これが、重点的サンプリングと呼ばれます。何か質問ありますか。まあ、アイデアは、まあ、簡単ですよね。そんなに難しくないのではないかと思います。質問ありますか？よろしいですか？はい。今のこのテクニックは、ええ、なんか多分、まあ、うまくいく条件みたいなのは、多分、π と q と割と関数というか、なんか形が、ええ、まあそうですね。要するに。そうです。そうです。要するに、なんていうのいいんですかね。例えば、もちろん、例えば、元々の分布が、例えば山がこう、2つこう、ぐにゃんぐにゃんってあって、片方しかサンプリングしないとか、そういうのだと、もちろん全然精度出ないわけですね。だから、もちろん、ちゃんとこちらの密度を反映して、ここの値が大きいところはちゃんと取ると。で小さいところは取らないというような分布じゃないと。いけませんね。だから、先ほどちょっと私ガンマ分布なんて言いましたけど、ガンマ分布っていうのはですね、例えばガンマ分布っていうのは同じくですね、なんとか以上という形の分布なんですけど、出てますけどね、こういうやつです。なんか遅いですね。まあ、ここに見るようにこういうな形をしてですね、これ0以上の区間にこういうふうに分布するやつなんですけど、これ使っちゃうと、あ、こうですね、こういう分布するやつなんですけど、これを使っちゃうとちょっとまずくって、なんでまずいかというと、ここからこういうふうな山になる。実はもっと大きいからこういう山になるんで、そうすると本当はここら辺取りたいのに、まあ、こうなるからここら辺たくさん取っちゃうと、あ、全然効率が良くない。さらに最悪なのはここでゼロだということですね。ここでゼロっていうのは最悪で、なんでかっていうと割り算をするから、分母にゼロかけちゃうから最悪なことになりますね。なのでちゃんとですね、このこちらの値が大きいところではちゃんと、まあ、そこをそこにまあ似通った、まあ、せいぜいこういう分布ですねを使ってほしいってことですね。まあ、もちろん例えば正規分布でこういうのを考えてもまあいいかもしれない。ただ、ここがもうここがこんくらいあるのにここでゼロとかそういう取り方は絶対いけないですね。ちょっとここら辺、そこら辺のですね、記述が少し足りなかったかもしれないので、あの後で追記をしておきたいと思います。ありがとうございます。他に何か質問ありますか。よろしいでしょうか。はい、というのが、重点的サンプリングですね。非常に重要ですね。
これはですね、MCMC 法でやっているのがまさに重点的サンプリングを実現しているので非常に重要です。それから続きまして棄却サンプリングというやつですね。今 π という分布に対して期待値計算したいんだけども、そこから直接取れないという場合が、まあ、それが都合よくいい乱数生成器がありませんよということもあります。そういう場合には、まあ、やっぱりサンプリングができる他の分布っていうのをどうにか使うわけですね。もちろんあの重点的サンプリングも実はこの目的で使うことができます。要するに、こちらはこちら π からサンプル取ることができなくて、こちらが Q から取れれば十分なわけなんで、要するにこれはあのこちらあの、ちゃあの分布から取れないやつを取れるやつに直すという意味でこれを使うことももちろんできます。で他にはですね、棄却サンプリング法という方法があります。棄却サンプリング法とですね、これは一体どういうものかっていうと若干複雑なんですが、まず、M ですね、 M っていう定数を、これはですね逆ですね、すみません間違えました、こっち向き反対向きですが、サンプリングしたい分布を MQ が覆うように設定します。まずにサンプリングしたやつを上からこう囲うような別の分布というのを作ります。ここ不等が反対向きです。で、今この、Q から今サンプル取れるので Q からサンプル A を取ります。でその、取った A に対して、MQA 分の πA というのを計算して、でこの確率で、X イコール A を採択します。要するに例えばこの割り算が例えば 0.2 だったら、20% の確率でこの A を採択して 80% の確率で採択しない、で採択できなかったらまたサンプルのところに戻ると、これが棄却サンプリング法と呼ばれる方法になります。でなんでこれでうまくいくかなんですが、今の説明から、今 X をポンと、まあ、ランダムサンプリングして今 X がポンと来たときにそれを採択する確率ですね、今 X を今分布 Q から X をポンと取ったときにそれを採択する確率がこれですよってのが今言いました。そうするとじゃあこの、今 X をっていうのを消して、ポンと選んだやつ何か、ポンと選んだ何かを採択する確率というものは